おい、顔上げな！サーゼン！顔上げな！まだあんぞ90分やれんだろ、もっと絶対優勝しようぜ。まだ終わってねえぞ、やってやろうぜ。まずやるしかねえんだよ。今度は終われねえ。おい、やり返す。おい、やるしかねえんだよ。諦めてねえぞ、誰も。やろうぜ。最初の90分は5対0で終わりました。まだ90分残ってるんで、今画面の前で諦めてる人、週末行くのやめようって思ってる人、逆に来てください。野津谷、まだ90分何が起こるかわからないし、俺らは勝ちを見に来てんじゃなくて勝ちを作りに来てると思ってるから、それだったら 5-0 でリードされてるっていうことは行かない理由にはならないし、逆に6点取り返してやり返して勝つために、次のステージに行くために1人でも多くの人を野津谷に集める必要があると思ってます。6点取るって簡単じゃないけど、去年の長崎戦で1回やってるし、6-0、あれは1人退場してるっていうのはあるけど、まあ、別に相手の退場を期待するわけでもなく、ただただもう6点取る、それだけ。そのためにもう声出して後押しするだけ。もともと今シーズンの J リーグ自体も町田もそんな ね、シーズン前の評価高くなかったし、まあ、僕も正直優勝を争うようなポジションにいると思ってなかったですよ。でも今こういう風に、優勝を争う位置にいて、まあ、相手のサポーターはもちろん町田のサポーターの大半の期待をいい意味で投げてるわけじゃないですか。だから6点取れないなんてまだ決まってないし、可能性はまあ確かに高くはないけど、それが週末行かない理由にはならないと思うんで、繰り返しになりますけど、一人でも多くの人、野津谷に来てください。一緒に戦いましょう。はい、以上です。せーの。